田島清志郎です。ちょっとね、ネットフリックス入ってネットフリックスで見たいものが多すぎるんで、今日はちょっとちゃちゃっとタイトル決めます。あんだけね、心の中でこだわって決めようとか言ってたのにちゃちゃっと決めます。いや、ミスタードーナツとピザを食うっていうね、もう死ぬ前の最後の晩餐みたいな食事をしました。はい、コントになりますけど、剣心たちの全員戦闘力がこれガチで頭おかしいんですよね、旗から見たら。真面目ワンピース雑談、真面目本当に結構俺やばい人なんで、天心たちの全員の戦闘力がって言ってますけど、まあ天心っていう天界のね、神です。天使の神、一個上の神たち、まあ、30人くらいいるやつの戦闘能力が、旧四天王ジアースを省く、まあアシュラと同じ戦闘力と言っても過言ではないよっていうね。これ喋ってる時ちょっと後から見たら恥ずかしくなるけど、喋り返すとまた楽しんでね。まあ食うそうワンピース雑談、まあちょっと順番は適当にやるんで、まあ空想ワンピース雑談ってことでね、許してください。まあ、空想ワンピース雑談コピー、あーまあめんどくせえなー、これめんどくせえ。まあ、空想ワンピース雑談パート1から上から順につけていくけど、あのこのこれが1ではあらないんで、絶対皆さんにわからないやり方をするんで、ちょっと後々ね、再生リスト作ります。うん、もうめんどくさいんで俺はもう嫌だ、もうね。ネットフリック始まり始まりで、まあ食っちゃった設定で、まあ AI の皆さん、 AI がなんかもうめんどくさいんで、ネットフリックスで見たいんだよ、バキとか。ごめんね、ほんとクズすぎて。空想ワンピース雑談2と。な、今度ちょっともう事情説明してね、もう4時間くらいの動画作るか。うん、で、まあ、金ポンコツなんですけど、桃太郎の首が取れ、2代目は、で、3代目が生まれたと。3代目桃太郎が生まれて、よしってやるかっつって。この人やばいよね、やっぱ病気だよね、旗から見たら。寒いな。もうちょっと。10分はダメだね、20分はダメだ。うん。10分で終わらせなきゃな。いやでもまあいいか。まあそのね、アシュラマジンとかのキャラ10分で終わらせなきゃとか言って25分でやってんのはちょっと面白いな。空想ワンピース雑談4です。あの上から順にラベル付けするけど、空想ワンピースはあれです、基本的にさっきから全然喋ってないね。でもなんかね、違うんですよ、空想はまだいいかなって思ってて、空想ワンピース、いや出し惜しみしてるんじゃなくて、まあ設定よりもやっぱね、ジアースが飛ばされちゃったよってなって、でもジアース様がいないと何もできないわけじゃなくて、準備の期間にしなきゃなって感じで、で三天神は一応空想ワンピース、どこからどこが空想ワンピースか俺はよくわかんない、なっちゃうとね、動画長くなっちゃうとね。雑談という名の心の雑談ですから。40分動画あるんでね、きついな。目に見えない翼いるラグそれ面白い。確かに君は変わった。楽しそうだな俺、歌う雑談。目に見えない翼広げて、確かに君は変わったずっと君はバラより美しい歌って超ハマってるんですよ今。はい、お薬飲んできます。生をすずるでで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 す、すずるでででででです。お薬準備、お薬準備から
始める、雑談。最近タイトルつけるのめんどくさくなってきたけど、空想ワンピースはね、まあタイトルつけるけど、もうデタラメでいい。はんはんはん君はもう。また歌う雑談だ。歌う雑談に。いやマジでさ、こんなことしてるよ。これこういうことするとさ、マジで俺がもし人気 YouTuber になったらなんかね、一気が起きるね。ど一気が起きる。これはマジで。でもね、俺はわざとなんですよ。5分みんな待っといて何もないっていう嫌がらせをするこれ結局帰ってきて、はいおしまいってやつですね。はい、やばくね。19分34秒で、はい一旦 CM 入りませんってやったら、でもこれがなんかエラーコードで、ね、ちょっと大丈夫かな。これ大丈夫じゃなかったんですよ、多分これやられた。ギリギリ多分大丈夫だね、取れてるわ。うん、多分取れてる、多分取れてる。怖っ。なんかね、動画のデフォルト設定で雑談とか入れると、この動画のウィンなんとかなんとかっていうね、あ、これは動画形式で、まあ、あの Windows の動画ですよっていうの。始まり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 お、最近タイトルのセンスがなくなってきたね。それはね、なんかもう動画を一気に出しすぎなんですよ。だからめんどくさがっちゃう、作業になっちゃうから、ちょっと動画をしっかりと一個ずつやろうかなと思いますけど、それはないか。今日はなかなか空想ワンピースに行きませんね。いやでも空想ワンピースっていうのは喋りたいんだけど、喋ることがなくなった時にやることなんで。空想ワンピース前夜祭っていうけど、全然空想ワンピースに対して喋らない雑談ですけど、前夜祭、全然演前全演語材なんだそれ、もう意味わかんねえよ。全然野菜雑談っていうね。もう俺はもう雑談って言葉が好きなんだよ。もうタイトルに困ったら俺は雑談って言ってっから、よろしく。怒ってない、動画を止めないわけではないっていうね。あの動画を止めてから水取りに行きます。やっぱ僕は動画を水を取りに行っちゃうよ。渦を取りに行っちゃうよ。雑談パートになっちゃうんだよね。だから雑談をしっかりタヌキにも覚え込まなきゃいけないんだよな。はい、でもさっきの続きって言ってね、まあ続きなんてないんですけど、俺が無理やり作ってるだけなんですけどね。あ、そうだ、トレジャークルーズがもうアップデート終了だ。1時から6時で5時間連続アップで、びっくりしちゃうわね。シンボル雑談、あ、普通に雑談でタブキーでどこだ、あ、あった、雑談、辛抱雑談、辛さを抱いて。の巨城です。いやね、なんだろうな、もうちょっとぼーっと話すか。あ、動画が全部アップロードし終わったんで、21本。最近空想ワンピースしてたんですけど、今日は空想ワンピースから始めようかなって思ったけど。棒雑談。で、その後ね、NL に終わった。ほんとやばい人だけど。空想ワンピース雑談5かな、多分5だよ。あー、5あったから6か。それもしくは AI が5が来るだろうと予想して書かれた数字だったらちょっと嫌になっちゃうな。はじめ球場です。いや、さっき友達動画作ってすごいマシンガン、あー危ない、物騒だ。戦争をなくそうとしてるやつがマシンガントークはやめよう。なんだ、雪合戦、スーパーラッシュ雪合戦トークだね。うん、危ない危ない、スーパーラ
ラッシュ雪合戦雑談。これ友達が欲しい動画だっけな、一個前の動画は。あ、機械よ。はい、皆さん見てくれてるよね、友達くれよ。友達募集。ダチ、誰か友達になってくださいか、誰か友達になりませんか。びっくりびっくりびっくり。でこれ墨カッコつけちゃおう。墨カッコ、墨カッコだとあった墨にカッコってなる。墨カッコはやっぱないんだな。九棒棒う九棒。おーい、え、急に膨張九棒ってなんだ。友達100人、親友、親友、友達募集。まあこれで俺が公開した時にネットの怖さを知るのか、はたまたネットの良さを知るのか、これは未来の僕が知っているシュン、助けてくれってなるかもしれません。今ね、次元からね、ワープしてきてね。次元からってちょっと変だな。はい、さっきなんかすごいヒーローになっちゃうんじゃないよっていうね、前代未聞の落ち締めで終わっちゃいました。まあね、英雄気取り雑談っていうね、勇気取り雑談。もう雑談じゃないから下手したらスパムで訴えられるかもね。訴えられねえだろ、スパムなんかで。すごい、さっきから見てくれた、これを続き見てる人、あ、6時が長いんで、この気持ち悪すぎだな。デブのね、メガネ。俺何て言ってんの。すごい、さっきから見てくれた、これを続き見てる人、あ、6時が長いんで、この気持ち悪すぎだな。こいつ何言ってんだよ、マジで。何に言ってんだよ、もうね。何言ってんだよ、雑談だよな。俺の動画ってやっぱ雑、え、でも字幕つけれない、俺。何言ってるか分かんないから。ごめんね、本当に。もうほふられたな、すべてが。どうも、はじまきよしろです。おや、行ったかな、行ったか、すごいな。すごい、あ、真下だからね、すごい顔きれい。あ、ね、照明が当たって、まんべんなく照明が当たってるってことで、俺の肌が切れて。ザザ雑、適当にザ雑談でいいや。喋ることありまくりだな。まあ、ツイッター見てればいいんだよ。ネタはツイッターの塊だから。はい。なんかいろいろ映ってる。はじまきよしろの雑談です。お母さんが帰ってくるまでなんで、多分ほんのミリですね。ツイッ、はい、どうも、はじまきよしろです。ね、久しぶりですね。またもや久しぶりっていうね。もう多分8日、いやごめんね、日本語俺できないんだ。8日くらい経ってるだろう。ほんとごめんね、みんな。でももうこれが俺の投稿頻度ということでね、定着していただければなと。いや、今日投稿したらもう12日ですから、12、10と2日ですから。あとちょっと喋ろうって言って、時間を動かすって、もう6時ですよ。夜の、夕方6時で。まあ、簡略化して古代兵器でバーンって言って。で、そっから、月の民がイム様たちだとして、ワンピースとここで繋いだがってね、これは最近ですよ。適当に考えて、月の民が、まあ、地球に降りてきた理由も、ジュアースがいなくなったし、空想ワンピース雑談っていうね、すごい中二病をね、こじらせた、精神病患者のね、動画です。はい。まあね、お父さんが来るまでおしっこ我慢して喋るか。
それで陽陰神というのは覇気とかなんですけど、まあ、使えるのはあの神とかですね、陽陰神とか使えちゃうけど、でもこれ旗から見たら本当やばい動画だよな。法則次回でございますが、まあ、師匠っていうやつが覇気っていうのはね、まあ、この覇気っていう文化も創造神か、うわ悪魔の能力者たちが幅を利かせてすぎるって、これじゃ普通の悪魔の実を食べてない人が追いやられすぎちゃうよ、そうだ覇気って、まあ、なんか対抗できるエネルギーやっちゃえって名前は考えてくれみたいな感じで作ったのが、見ようと思えば見れるけど、ちょっと恥ずかしいよね、やっぱり。まあね、この話俺好きすぎるんですよ、自分が考えたクソワンピース。で、まあ、ジアース海賊団が、まあ、敵なん。世界一適当な YouTuber だな。ギネスボック。おしゃべりが止まんないね。意外に止まらんもんですよ。成瀬さんな。でも成瀬さんは今、牙をね、鏡面磨きしてますから。牙をね、まずは酢につけて、お酢につけて、で、まあ、ピカールで磨いて、で、鏡面仕上げで、キュッキュッキュッって言って、機能関しては、あのね、人間の寿命じゃ鍛錬はできない。俺も覇気も特殊な、まあ、これ以上、デストレクション。ディストラクション、ディストラクションだって、ディスディスの実の破壊人間だ。もし俺が人気だったらまた座って始めますね、うおーってみんな盛り上がってますからね、これが人気だったらね。ちょっと、盛り上がるっていうタイトルにしよう。この動画見ても誰も盛り上がんないけどね。鼻水がすごいな。はい、始まりです。またね、フリートークっていうかビートボックス。雑談という名のという名の雑談という言う名の三流ビートボックス。雑談をディスってるわけじゃなくて、俺のね、あの雑談がやっぱひどすぎるっていうか、もう音を放ってるとしか思えないから、三流ビートボックスっていうことにしときます。ビートボックス、雑談という名のビートボックス、三流ビートボックス、いいね。これ結構最近でもいいタイトルですよ。うん、いいね、いいタイトルまたできちゃいました。歩くほどに踊る、ムカつくな。今一旦やめまして、うん、蚊が巨大になって、おいおいってなって巨大化した時のためにね、俺スーパー妄想癖だから、その映像も嫌。糖質じゃねえかよ、妄想。ヤバめ。まあ、この時はね、もしやっぱ俺糖質だ、統合失調障害の、統合失調症のレベル1なんだろうな。なんかもし蚊がでかくなってね、暗殺者の新たなる兵器で蚊がでかくなって待っていたよみたいな感じででかくなって殺された時のためにも、そのね、早く録画して俺の死に様をね、録画したいから。なのに、この機械がなんかちょっと2回押したんですよ。スペースキー。スペースキーでもその録画ボタンを押したことになるんですよ。って2回押したんですけど、2回押したら録画停止して録画再開すると思うじゃん。なのに、って録画停止したまんまっていう、それで怒ってるっていう人です。だから結構もうめちゃくちゃな妄想でね、点々くどく点3つでヤバめっていうね。やっぱほんと妄想僕ヤバいから、もう糖質だ。でもね、終わる時に糖質なんだけど、でもただ妄想がひどい人なのかな。でも普通の人ってあんま殺されて、でもなんか分かってるんだろうね。殺されて、だから統合失調症の人ってなんか殺されてるっていうのが現実のようになんか感じるけど、俺はなんか殺されるってそんなわけないけど、あるかもしれないなって思ってるだけだから。あれなのかな、脅迫症とかなんかあるじゃん。すごい手を何度も何回も洗っちゃう人とか、気が済まない人みたいな、何回もやらなきゃみたいな。
ね、汚れがついてるみたいな、で完璧にやらなきゃみたいな、なんか自分をすごい追い詰めちゃう病気もあるらしいしね。全然俺追い詰めてねえだろ、動画でふわわーんってやってるから。だから俺何の病気でもないけど、いろんな病気をかじってる人間なのかもね。病気のちっちゃい部分をなんかかじり虫なんでね。ね、精神病かじり虫ということでね、次の動画はね、精神病かじり虫っていうのにします。すごい不謹慎だね、精神病かじり虫って。でちょっと下手したら怒られちゃうよね。精神病にしとくわ。精神病かじり虫ってちょっとね、かじり虫、かじり虫、虫、精神病かじり虫。いや、8分でやめないとちょっと重くなりすぎたの。ちょっと今日喋りたすぎるんで、本当にお父さんとかお母さん帰ってきて喋れなくなっちゃうから、ママとパパが、ママとパパ、いいね、ママパパ行ってこうぜ。あのね、パパ、まあ、なんで8分とか短い時間、昨日ストロングワールド見たから今日はね、 Z 見まーす。何しよっかな。すひらがな一文字、すです。今日のキーワードはす。一回やめようって言ってすぐに始めたんですけど、あのって言って今何分か休憩してるかと思ってる方もいると思う。君はドゥルッドゥッドゥルッドゥルッドゥー、すごいやっぱ病気だなこの人。空想ワンピースの雑談を早くしたいよ、空想ワンピースよ、みんなに早く広めたいよ、お尻の穴がゆるゆる、すごい臭そうな部屋が出た。ああ君はデレステステステデレデン川田。でも最近川田聞いてないな。生きてゆくんだ、それでいいんだ、レルラルララレルグラルグララレルグルルグラルルルレルララララララ、それでいいのか本当にいいのか、ララグララグララ愛はどこへも行かない、行かない、ヘイヘイアーヘイヘイハー。鼻水をほっぽらして、鼻水ほっぽらしてた君。鼻水、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 し、鼻水、鼻みはまままま、めもめめめ、生きていくんだ、それでいいんだ。鼻水、ほじて、ほじて、鼻水、鼻水、鼻水、鼻み、鼻水、鼻み、鼻水、鼻、鼻水、鼻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 、水。ということで、皆さんありがとうございました。23分間ね。はい、僕はもう今日はね、もうネットフリックス入っちゃって、いやもう見たいもんが多すぎて、もうごめん、ごめっちゃい、ごめっちゃい。また動画がまたね、最近動画投稿スパンが2日ずつ伸びてってるんで、次2週間に1回になります。ごめんね。でもその分すごい動画本数はね、撮っていこうかなというのをやめようかな。ちょっと小刻みにしていくわ。隙間時間に1本撮って、そのタイトルも熟考してみたいな。ちょっと動画撮りすぎちゃうとさ、もうめんどくさくなっちゃう、タイトルつけるのが。もうちょっとかかるかな。うん。と、動画タイトルをまた昔みたいにこだわるようにしようかな。うん、でも動画を一回全部見てからやるのめんどくさいからね。でもなんで僕動画チェックしてないんで、大抵なんか個人情報とかね、個人情報を探せですから、YouTuber っていうのは。バイバーイ。これなんだろうな。まあいいや。あー、今食べたいものは特にないですね。ピザ食ってね、一人で一枚食って。あー、ちょっと気持ち悪くはないな。うん、ちょうどいい感じ。まあ今日もね、いい一日にさせてみますよ。
僕の力でって言ってね、まあ親の力なんですけど、これ全部美味しいものはね、この、まあもういいや、バイバイ。